次また京丹後にある、夕日ヶ浦にキャンプに来てます。今まだお昼の12時ぐらいなんですけど、ちょっと風が強いので、キャンプの設営はもうちょっと風がマシになってからやろうと思うので、波もぐちゃぐちゃなので、サーフィンも結構どうしようかなっていう感じなので、一旦海見ながらチルしようかなと思います。作りました。えのき、エリンギ、トマト、大好きなソーセージが入ってます。ではいただきます。これは何じゃ。おー、ソーセージいただきます。あく、うんま、最高。風も強くて、クボも増えてきたので、今日のところはそろそろ片付けます。